北条線は、兵庫県小野市の青尾駅から、兵庫県加西市の北条町駅までを結ぶ、北条鉄道の鉄道路線である。加西市南部の田園地帯を通り、西日本旅客鉄道加古川線及び、神戸電鉄青尾線と同市の中心地北条町を結ぶ。仙台折り返し列車のみで、日中は1時間あたり1本の運行、ワンマン運転を実施している。 北条町駅の始発は、平日5時41分、休日5時39分、青駅の最終は平日、休日ともに23時14分である。2020年に北ッケ口駅に交換設備が完成し、同年9月1日のダイヤ改正で、平日の朝に3往復、夕方に2往復の、計応往復が増発され、平日は1日2に往復、 と、土休日は1日17往復運転となった。それまでは、途中に交換駅はなく、常時1編成を使用していた。なお、毎年1月には、おでん列車、夏休み時期には、カブトムシ列車、8月には、ビール列車、クリスマスシーズンには、サンタ列車を運行している。12月には、イルミネーション見学列車も運行される。国鉄時代は1日13往復。 5時から21時までの運行で、二往復は加古川線に直通し、加古川駅発着であったが、青駅の加古川線への渡り線は、北条鉄道移管後に撤去されており、同線へ直通することはできない。平日の北条町6時43分発の青行き、通学客が多い時間帯は2両編成で運行される。北条鉄道は2019年8月2日に、 全国初となる保安システムとして、表権指令閉塞式導入が国土交通省より許可された。これにより、無人駅である北ッケ口駅での列車交換を可能とした。北条町駅内の指令員が全体の運行状況を統括。行き違いの際、列車の通行許可証の役割を果たす表権として、 IC カードを運転士が北ッケ口駅の IC カードリーダーにタッチすることで信号を開通させるかもしくは表券箱に収めたり運転士間で手渡しをする。2020年8月3日に始まったに列車運行終熟運転よりこの方式が導入されている。北条線の近年の輸送実績を可評に記す。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は 年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。北条線の近年の収入実績を過表に記す。表中、収入の単位は1000円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で、 最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。1887年代、狂気鉄道株式会社が、その米駅から、篠山、北ッケ口駅周辺を経由し、姫路駅に至る鉄道を計画していたが1903年に、狂気鉄道株式会社の解散により、実現しなかった。大正時代になり、 阪州鉄道が、青駅北条町駅間を開業し、破綻鉄道を経て、戦時買収により、国有化され、北条線となった。国鉄再建法の規定により、特定地方交通線に選定され、第三セクターの北条鉄道に転換された。北ッケ口駅、ハリマ下里駅、町駅では、大正時代以来の木造駅舎が現役で、使用されており、 ハリマ・下里駅と町駅は、プラットフォームも同様である。これらについて、文化審議会は2013年11月に、登録有形文化財とするよう答申を、文部科学大臣に行った、法上線に関するカテゴリー、ありがとうございます。